それではいろいろな判例で遊ぼうを始めようと思います。いろいろな判例で遊ぼう。で、今回はですね、何をするかというと、次のような例を紹介しようと思います。順序完備化できない、順序代ですね、順序完備化できない順序代。で、以前ですね、順序完備ではない順序代を紹介しましたが、今度は順序完備にできない順序代の例です。これはですね、大きく違うので、まずそこに十分注意をしてください。で、まずはこの準備完備か不能というのをまずきちんと定義しないといけないので、そこからいきましょう。はい、というわけで早速定義ですね。定義、まず F を順序体としましょう。順序体 F にしたり K にしたり、まあいろいろありますが、まあその辺はこういろいろ状況を見て判断してください。まあ体っていうと、まあ K を使う方が多いと思いますが、まあちょっといろいろと参考にしているものが F 使ったりもしているので、そっちでこう時々 F が出てくることがあります。で、まあそれはそれとして、これ間違ってますね、順序形じゃない、順序体ですね、順序体で F が次の条件を満たすとき、順序完備ができないということにします。順序完備ができない。で、まずは和とか席ですね、が、ちょっと微妙ですね、 F と和や席が F と整合的で、まあ重要なのはもう一個ですね、F in K で K、 順序完備ですが、こうなるような K がないと。あ、というか正確には K はこっちにもかかってますね。あ、ちょっとこれ書き方が良くなかったですね。正確に言うと F、F をサブセットとして含む K で、後席が F と整合的で、しかも K が完備となると、こういう条件を満たすような K が存在しないという条件です。で、これすごく大雑把で言えば、すごく大雑把で言うと何かというと、有理数っていうのは R の中に含まれてますね。で、 R、で R っていうのは Q を含んでて、 R の足し算を Q に制限しても同じものになってますよね。そういうのを整合的と呼んでいます。で、そういうのは
演算の方の整合性と完備性、これがちゃんと両立してくれるようなものがあると、そういうのをまあ順序完備かというわけですが、そういうものがないっていうのが順序完備か不能という ことになります。でもちろんあの有理数体の Q から見た実数体 R は順序完備化なんですね。で、じゃあ問題は順序完備でないものがあるかと、そっちが問題なんですね。でもちろんあるわけです。じゃあ実際それ具体例が本当に作れますかって話ですが、作れますよっていうのをこれからお話します。で、同じくいつも通り定理というか例ですね。順序完備化できない順序体が存在します。順序完備化できない順序体があります。順序体が存在すると、でちょっと署名はしないんですが、次のですね、本当に圧倒的な事実があります。これがちょっと本当に衝撃的なんですが、定理K をですね、順序完備な順序体とします。順序完備な順序体、こうするとですね、実はこの K っていうのが実数体 R と同型になってしまいます。要はですね、順序完備な順序体っていうのは本質的に実数体R しかないということです。これはもう本当に衝撃的ですね。順序完備っていう性質つけちゃうともう R しかないので、順序完備ってまずあの直感的に言ってそんなに不思議な性質ではないというふうに思うと思うんですが、でもそれの条件だけでも考える工程が実数1個になっちゃうんですね。で、これあの数学にあまり親しみがない人はふんそうなのぐらいしか思わないと思うんですが、これはまあ非常に衝撃的です。本当かと改めて見ると驚きますね。私もこれ1年生の時に見せられて不運があっそって思ったと思うんですが、今見るとさすがにこれはちょっとびっくりしますね。あ、やっぱり実数って本当に特殊なんだなと改めて思います。で、まあ、今の話をちょっとですね、改めて注意として文章にも落としておきましょう。注意、これはですね、あの怠惰とかそういうような定数的な性質ももちろん聞いてはいますけど、やっぱりこう順序完備性っていうのがどれだけ強い条件かっていうのを今の定理は言ってるわけですね。
こもちょっと書いときます。対括弧代数的な性質。もちろん聞いてますが、その上での順序完備性というのはやはり強烈ですね。強烈って書くのもなかなかあれですが、強烈と。であともう一個言うと、本質的に一つみたいな言い方しましたけど、数学だとですね、この動形を除いて1位みたいなことはよく言います。でこれもやってれば慣れるので、今よく分かんなくても、あ、なんかそういうのがあるのねと、でよく使うのねということだけまず一旦覚えておいてもらえれば、覚えておくというか頭の片隅に置いといてくれればいいです。でもうあとはそんなに話すことないので、例を挙げるというか証明というかやりましょう。で証明なんですが、これは本当に例を挙げるっていうそんだけですね。で具体例としては何かというと、有理関数体ですね。有理関数体 Rx、 有理関数体、これは実数係数の有理関数体ですね。別に R じゃなくてもいいですけど、ひとまず R にしておきましょう。で、順序完備な順序体っていうのは、全部実数に統計だった方がいいですね。なので Rx が順序完備が可能だったら、 Rx っていうのは R に埋め込めてしまうわけですね。 R に埋め込めるっていうのは何を言ってるかっていうと、R に埋め込めるっていうのは、さっきの整合的とかそういうのやつです。要は Rx が R のサブセットになってて、ここからここが順序完備になってると、順序完備化になってて、あともちろん演算が整合的とかそういうのになってるというわけですね。でこんなことが起きないわけですね。起きないことを示せばいいわけです。で具体的に何を見ればいいかというと、アルキメデス性を見ればわかります。あ、これ順序のアルキメデス性ですね。でまず R は今アルキメデスですね。正確に言うとそういう順序を入れてそういうのを考えてるわけですが、で一方でこっちの Rx っていうのは非アルキメデスですね。非アルキメデス、でもこれ具体的に言うと、N が R の中で誘拐、え、じゃあこれ非誘拐で、こっちは N が R の中で誘拐と。で
順序半美化っていうのはもちろん順序の性質も整合的になってなきゃいけないわけです。で、整合的になっているのならこの N の迂回性っていうのもきちんと一致してないといけないんですが、一方では非迂回、一方は迂回になってるわけですね。で、順序の方が整合してないわけです。じゃあもちろんこんな埋め込みなんてないですよね、ということで証明が終わります。で、こういうのも結構数学らしい証明ですね。こう埋め込めないみたいな話ってあんまり心だとない気がしますね。いわゆるあの不可能性の証明っていうのはよく悪魔の証明とかって言われたりしますが、まあ他のものだと非常に難しいというか、もう事実上不可能と言っていいと思いますが、数学はまあ比較的そういうのがうまくいくものなんですね。不可能性っていうのは、そういう意味でもまあこれ、まあ、証明というかこの議論ですね、議論の展開っていうのも面白いと思います。まあ、あのこういうのが面白いと思えれば、もう少しずつ数学の証明見るのも面白くなっていくだろうなと思うので、せっかくやるんだったら、まあ、こういうのも楽しんでもらえればなというふうに思います。では今回は以上で終わります。お疲れ様でした。